はい皆さんこんにちは非常識な教室経営コンサルタント高橋孝子です本日のテーマは「ありがとうとおかげさまはビジネス好転の素晴らしい言葉」ということについてお伝えしていきたいと思います。えー、と今日のお話はですね、まあ、ノウハウというよりは、まあ、あり方とか、まあ、考え方に近いところのお話をしていくんですけれども。あのー、当たり前 といいえば当たり前なな言葉じゃないですか「ありがとう」とかね「おかげさまで」とかって「あなたのおかげで私こうなってます」っていうでこの「感謝」と「ありがとう」の言葉を言える人と言えない人ってあの結構いてですねあのビジネスがうまくいってる人って漏れなく大体「ありがとう」とか「おかげさま」をすごくよく使ってる人が多くて、てやっぱりビジネスがうまくいってない人って ありがとうととうかかおかげさまをほとんど聞かない,感じいやあのー、ね皆さんには別に言ってないけどこういうところでは私言ってますよとかいう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども誰かで構わずその言葉って全然使って困る言葉じゃないので、うん、あのこれを普段から当たり前のようにするっと口から出てくるタイプの人が なぜうまくいくいのかいや私だって使ってますよっていう人っていうのは <laughs> あのそういう時には言ってるけどそうじゃない時には言ってないっていうことをちゃんと自分でも自覚してないからあ自覚してるからやっぱりねそういう方ってうまくいってなかったりとかしてます。なので、えっと、今日はあのその「ありがとう」と「おかげさまが」がなぜビジネスに、ね、あ好転する成長していく素敵な言葉なのかっていうことをお話ししていきたいというふうに思っています。 はいあのー、では、ね、本題に入りたいんですけれどもまずその皆さんねどんな時に「あ,ありがとう」っていう言葉を言うのかっていうのはあのもちろんですねすごくこう私に対して何かをすごくしてくれた人にあたり「ありがとう」言うのは当たり前じゃないですかだけど例えばあのじゃあこちらがねお金を払っているようなお店とかに行った場合とかでも。 お店の人とかにさりげなくねじゃあ例えばあのお会計の時とかに声かけてるかとかってどうですかね皆さんね。あの私、まあ、お金とかね払ってる時に「あ,あのごちそうさまでした」とかね。 ありがとうございましたって、まあ、向こうも言ったりとかもするんですけど「ごちそうさまこういうあれが惜しかったです」とかに伝えたりとかもよくしてるんですけれどもあのそういう,こう自分が思ったありがたいなすごい嬉しいなっていうことはやっぱ口に出すっていうことを普段からできてるかできてないかっていうのも結構大きくてでそれは例えばあの子供であろうと家族であろうと誰であろうと自分が。 そのしてもらってるんだみたいな感謝っていうものを感じてる人って当たり前のように言えるんですよ。で「いや心では感謝してますよ」だと伝わらないんですよ相手には言葉に出して言わないと。だから言葉が人生を作る っていう風に私は思っていて、その中のまあ最強の言葉っていうのはやっぱありがとう。とおかげさまをどれぐらいたくさん人に対して伝えることができてるかっていうのは、あの結構大きいなと思ってるんです。で、ありがとう。って、何も大げさなことをやってくれたことに対してありがとう。じゃなくていいと思ってるんですよ。だから、そのちょっとやってくれたんだ。っていうことに幸せとか気づきがあって、さらにそれを感謝できる言葉を言える。か っていうところがやっぱりあのすべてに関わってくるのかなっていうふうに思うんですよねあの当たり前なんですけれどもあの愚痴が多い人ってありがとうとかおかげさまってまず言わないですよほとんど愚痴が多い人って私だってこういうふうにしてるのにとかなんであの人はやってくれないんだろうとかどうしてこういうふうにっていうなんかこう 自分以外の外の外界の世界とか外界の人に対してなんでっていう言葉をすごくよく使うんですよね。ななななんんんんででやっててくくれれいいいだだろろうう動とか。でそれはだから自分基準で自分の思い通りにならないことに対してやっぱりなんでっていう言葉を使うからあの例えばその相手の人がちょっとやってくれてたとしても自分の期待値がものすごく大きかったら なんでちょっとしかやってくれないのっていうありがとうどころか <laughs> あのむしろあの文句になるみたいなこれっていうのはやっぱりそうそれ以上その人助けてあげたいっていうふうに思わないじゃないですかだから「あのー、ありがとう」が言えるっていうことはその小さなことにも喜びとかを感じることができる人ってやっぱり人がその人を好きになる確率が高い。 ですよ好きになるってことは人が寄ってきて何かしら、例えば本当に困ってたら助けてくれる人が現れたりとかあの例えば、知恵とかっていう意味でもそうなんですけどこういう情報とかをね教えてくれる人が出てきたりとかありがとうを言ってる人の周りにはいい人がやっぱり集まってくるから積極的に言葉を出したほうがいいなっていうふうに思ってるんですよ。 あの領域ですね努力したのはもちろん自分だし自分頑張ったから自分を褒めるっていう領域は全然構わないんですよあの自己肯定感という意味から言っても「いや私頑張ったすごいわ」っていうふうに言うのは大丈夫なんだけどそこに対して関わってる人がいたらその人たちにも「おかげさまで」って「ありがとう」っていうやっぱこれセットで伝えてほしいなというふうに思うんですよね。 であのー、さっきみたいな実例もあるんですけど実際に私あのコンサルタントっていう職業をしているのでこれもすごく実は如実に表れています。はいい如実にっていうのが、あのーまあね、このこのがああまねこ動画を 聞いてる方が私のコンサル生さんでいらっしゃる方もいるんで、まあ、そこに対して別に嫌みを言っているわけでもなくあの普通に感じていることとデータとしてあの伝えているだけなので強制するモードではありませんのでそこはねあのちょっと勘違いしないで聞いてほしいんですけど傾向としてです私はデータベースで基本見ていくので,であのどういう傾向が出てくるかっていうと例えば えっと私はコンサルタントですよねで、私のクライアントさんはクライアントさんということで位置関係は、クライアントさんは私にお金を払うで、そのお金の対価に対して私はアドバイスをする、一応これが契約になってますよね、コンサルティングのね。で、そうすると、まあ、クライアントさん側っていうのは、自分が成果を出したい成果に対してお金を払ってるんだからという感覚になれば、 当たり前なんですけれども成果が出れば自分努力したしアドバイスは仕事としてやってんだから当然でしょうという感覚からすると別にお礼も言う必要もないしおかげさまでなんて言う必要もないんですよね基本的には対価との交換っていうレベルで考えるのであればですよ。で ただあの私個人としては私が私のコンサルタントの先生にも当然、いろんな、まあ、相談的なものとかアドバイスをもらいますよね、で私は割と実践、実行するタイプなので、まあ、それによってうまくいったとするじゃないですか、でそしたらやっぱり真っ先に報告しますね。 あのこの間いただいたアドバイスで実践したらこんな風になりましたおかげさまで○○あのままるまる先生のおかげさまでこんな状態になって本当にいつもアドバイスありがとうございますって真っ先に報告します私はね。でこれが私のクライアントさんが私にあのそういった形で言ったアドバイスをすぐに実践してすぐに成果が出た場合あのすぐに報告くれる方でその時に あのありがとうございますってこの間のアドバイスでこうでこうでおかげさまでって言って私は本人がどれだけ努力しているか知っています私は確かにアドバイスと方向性を言っただけでそれをどうやって努力したかが知っていますだからおかげさまでって言われても私はきっかけを与えたに過ぎなくって頑張ったのは本人なんでそこは全然 いいんですよだけど彼女は高尾先生がそういうふうに言ってくれた「おかげさまで私はこうなれました」っていうのをすごくあの伝えてくれる人ってい,いるんですよ。あの 報告が、えっと、月に1回のセッションの時にちょこっと報告がある方で途中経過がよく分かんないっていうタイプの方もいらっしゃるんですけどあそこは自主性に任せているのであの規約内で私の権利をどう使うとその人の自由なのでそこは私何も強制をしないタイプなんですけれどもやはり、あのー「ありがとうございます」を何かを起こした時にすごいこういい報告とね 状態と一緒に伝えてくれる人って、あのー、すごく私も嬉しいし、で、本人もいいっていう状態をね、報告してくださる、その分かち合うっていう感じですね、嬉しいこと。そうすると、結構ね、嬉しいことが増幅するんですよ、私も喜ぶ、その人も喜ぶ、よかったねーって言って、報告することに喜び倍増みたいな。 感じになっていくので実はこの「ありがとう」と「おかげさま」っていう言葉は人にも伝えてるんだけど実は自分も癒す素晴らしい言葉だなというふうに思っていてであの面白いのがこの言葉を多く使う人ほど授業がうまくいってます。<laughs> 使う人ほどっていうことはその頻度をねあの高く言ってくれる人の方が あの私の別に答えが何っていうところじゃなくて単純に報告をしてくれる人しかもその言葉を使ってっていう人はすごいねうまくいくんですよで報告がないとかあとはあのそういう言葉を積極的に使わないタイプの方はやっぱりねあの停滞すするケースが多いですいや停滞してるから「ありがとう」なんて言えるわけないじゃんっていうのがあると思うんですけどどっちが先かですよね。 鶏が先、まあ、が先先ななののかかまあ卵っていうことですね私は小さなことでも感動してその小さなことを喜びあ見ていくことができる目目を持っている人の方がうまくいくと思っててだからありがとうしょっちゅう言える人の方がうまくいくと思ってるんですよ。それはお客さんに対する態度もあの何、ー、だろうなお客様扱いが雑な方って結構いらっしゃって。 例えばあの自分勝手な人っていうのは、えー、っと集客の責任は基本ご自身にある先生ご自身にあるっていうのを私伝えてるんですよね。とするとどういうことかっていうと3人枠のところにもしも1人しか集められなかったらその時ってその来た生徒さんのせいじゃなくて何で1人だけに私時間使って教えなきゃいけないんだろうっていうのをやっぱうっすら考えちゃう人って考えちゃうんですよ。 だけどその人はわざわざ時間作ってあなたのためにそこに来てくれてるわけだから全力でその人をもてなすべきなんですよねだけど3人欲しかったのに1人になっちゃったっていうことにフォーカスするタイプの人ってなんだ1人かってなんか面倒くさいなこの人いなくなってくれればどうせこの日潰したら違うことできるのにと思うとその人大体キャンセルになりますはいだからあのー、その感謝っていうことがない人っていうのは 小さななことに感謝できないから大きななここことも起こってこないんですよで。さっきの例でいうと3人が1人になっちゃったのは自分の集客力不足なんですよそれなのに来てくれてる人の感謝どころか1人のために私動くんだみたいに思った瞬間にもう負のオーラまき散らしまくりじゃないですかだからそういう人のところには2回目来ないですその人だって来てほしくないと思って接客するから。 だからリピートがつかないっていう話だったんですけどねいやそうでしょうねっていう話なんですけどだって来たくないじゃないですか本人取り繕った笑顔でもしかしたら接客してるかもしれないんですけどもそれを感じ取ります人ってあの波動ちゃんと伝わるからなんか歓迎されてないななんか書いたらいいって思ってないみたいなのってちょっと感動するどい人鋭くなくても伝わるんですけど。だから あの自分の心持ちがそのまんま現象となって現れてるっていうことを多分理解した方がよくて集客量が少ない人っていうのはもちろん物理的な活動例えば認知度の活動が少ないとかそういうのももちろんありますありますけれども基本自分の心の中がそのまま出てるケースが多いです面白いケースは新しい講座作ったとするじゃないですか でこの講座、本当に自分できるのかな、作ってみたけど、人って集まるのかな、集まっても私教えられんのかなって不安を抱えながら集客する人って、絶対に集客できないんですよ。不安が全面に出てるんです。文章とか、あとは動画とかライブやるにしても。でこの講座って、こういう人には絶対に喜ばれるよねっていうふうにあの思う場合においては、 人ってやっぱそこに引き付けられてきたりとかするしもうそういう思いがあって来てくれたらウェルカムってありがとうございますってその気持ちになったらすごいその人大事にするはずなんですよねだからあの集客できてない人って何でできてないかっていうとやっぱお客様への扱いが雑だからです。あのななんだろうな来た方を一期一会で大事にしてないとかあとはそういった例えばね ああの助言をくれるるとかかまい、あ、いいろんなな人いるじゃないですかその人たちにその助言通りに従わなかったとしても考えてくれてるアドバイスくれてるわけじゃないですか,だからそこちらはやっぱ「ありがとうございます」っていうのをやっぱり言うべきだしその脳は言葉を聞いているから「ありがとう」っていう言葉結構脳好きな言葉。 なんですよね、で自分もほっこりした心持ちになるしそうするとよりありがとうを言ってもらうために自分を動こうって思うわけじゃないですか脳がね喜ぶから。ということはありがとうを共有したり分かち合う人の方があの2倍速になっていくんですよね。だから本当にに安定的にうまくいってる人は あのそのね、コンサルの皆さんに、えー、強要してるわけではないんですが、えー、とすごく嬉しい報告をくれると同時に必ずありがとうございますお客様ですをセットで言ってくださる方が多いですねあの私も当然私のコンサルタントには伝えていますそのようにはいだからその自分が自分の状態でいられることっていうことに対する えー、ありがたみっていうのを感じない方っていうのは自分への扱いも雑だしお客様への扱いも雑ですね、はい、ありがたみをもちろん感じてないからなんですけどここはもう心持ちの根幹の結構大事なところであの集客ができてないなって思う人は「ありがとう」と「おかげさま」を一日にどれぐらい言ってるかっていうのをちょっとね考えてみて。 も,ういいかもしれないですもしかしたら多分ほとんど言ってないと思うんですよね感じてないからだから感情がきちんとそれを感じるっていうことがそのまんま次につながっていくケースとかも多いんですよねあの余談なんですけどね私えっ、ー、と先月がちょっと主人のね誕生日がありまして、えー、と九州の旅行をプレゼントしたんですよで高千穂に行ってました黒川温泉と高千穂でその高千穂で驚いたのが 学生さんなんですけど多分中学生かな高校生かなあのー、私旅行の人です観光の人ですそこにただ訪れた人なんですけどコンビニとかなんかそこの道すれ違った時とかに「こんばんは」とか「こんにちは」とか「おはようございます」っていやホテルの人が言うのは分かりますよお仕事ですし違うんですよ。すれ違う町民の人が 普通に挨拶してくれるんですよしかもちょっと会釈し,してびっくりしましたね はい、あの私ち、小さい頃というか小学生の時にあにちょっとそういう、ね、礼儀を重んじる先生が担任だった先生の時に当たり前のようにあのそこのね、うんまあ、学校とかどころで会った大人の人とかにもおはようございますとかこんにちはっていうのが当たり前っていうような状態でやってたんで挨拶とかもよくしてたんですけどあの普通の学校、しないですから私いろんなところ行ってるけど。 普通の学校しないけどそう道歩く観光の人にも普通に声をかけるそういう教育ができてる高千穂町の学校教育感動しましたね私。だからなんでそういう言葉をかけるだけでも殺伐とした空気と時間があの変化していくから。 言葉の力っってやっぱり偉大なんですよね。だからあのビジネスをねうまく活かせるためにありがとうって言ってやろうっていうとちょっといや,いやらしい感じになるんですけどありがとうっていうシーンを何度でも感じられるような心の豊かさとあの感度が高くないっていうことはイコールビジネスの感度も悪いんですよあの。こういう人にこういうことを言ってあげたら喜ぶに違いないとかっていう感度が鈍いから。 ということはいい商品を作りにくいからやっぱりあの集客しづらいんですよだからありがとうおかげさまが言えるっていうだけでも感度がすごく高いということになるのであのどういう時にねありがとうっていうのを言うっていうのはちっちゃいことでいいんですよそれを自分も言ってると自分もご機嫌になってくるから <laughs> 結果として自分も癒されるねいい言葉なんでやっぱ積極的に使っていったらいいかなと思いますあの今日のお話はねあのそのなんていうんですかね その集客できてない時に負のスパイラルになるとありがとうも言えないしおかげさまでも言えないから大体愚痴になります自分頑張ってるのになんでとかって言ってで自分頑張ってるのにっていうその頑張りを支えてくれてる環境とかが絶対あるはずなんですよ全部一人で全てできているわけではないのでそれを感じることができるかできないかっていうその ががそのまんま集客ができないっていう事象になって現れてるだけと感じた方がいいんじゃないのかなっていうふうに思って今日はそんなお話をしてみました、はい、ではまとめに入りたいと思いますありがとうとおかげさまはビジネス工程の素敵な言葉ということなんですが、えー、言,葉は人生言葉が人生を作るだからありがとうとおかげさまという言葉を 使える人は波動も上がりお客様にも好まれて人生もビジネスも成功しますということを今日はちょっとあの言葉の、ね、使い方っていう方向からお話をしてみました、えー、統計を取ってるというふうに私言いましたけれどもうまくいってる方は皆さんこの言葉をすごく使ってます、はい、これは間違いないというふうに思ったので今日はそんなお話をしてみましたそれでは